グリップっていう一言で片付けるとあれなんですけど、やっぱブレーキングもすごく止まろうとするし、でターンインハンドル切って車が曲がり始めて、で今までの、ネオバだとそこから先っていうのはやっぱりこうダを切っていってもちょっとアンダー傾向というか、フロントは、ハンドルを切っていくに対してちょっと車は外に逃げようという傾向があったんだけど、新しい分の方がね、ステアリングに対して、その切った分だけ曲がっていこうとしてくれる。やっぱグリップが高いからなんだけど、旋回性能がすごく上がっている。だから、ブレーキングからターンイン、旋回速度も以前のタイヤよりも高い速度でこう曲がっていこうとする。で、なおかつ、コーナー立ち上がりのところもアクセルがね、今まではこう探ってベタッと踏むとすぐやっぱりスライドがしてたのが、今はね、まあ、それもちろんベタッと踏めないですけど、以前のネオバよりは全然こうグラッとアクセル回路が多く、だから立ち上がりも早いんですよ。トラクションもすごくかかるからアクセルが踏めるんだけど、だからね、ラップタイムで言ってかなり違うんですよね、旧ネオバとニューネオバでは。これはね、本当みんな一度体感した方がいいと思いますよ。すごい違います。
ごくマイルドな感じがするんですよ。まあ、フロントの安定感が、まあ、高いのが第一条件なんですけども、リアもね、あの、なんていうのかな、すごいグリップは高いんですけども尖ってないかな。すごくグリップのする一点っていうのは探さなくても、まあ、どこでもあるかなっていう感じがするんですよね。幅が広い。最高でしたよ。もうセミスリー履いてるかと思いました。最初はもうドリフトできなくてびっくりですよ。グリップも高くて安全マージンも高いんで、本当僕らいつも3人で走ってるんですけれど、本当に限界にこれから挑戦したいです。頑張ります。すごいいいですね。こう急に抜けるトラクションが抜けるとかもなく、常に安定したグリップ力があるっていうのはすごいいいですね。
D1 では雨あんまり降んないんですけど、うん、ちょっと雨期待するタイヤになりましたね今回。このちょっとソフト感がちょっと結構強いんで、自分の車だとちょっと柔らかめにちょっと作ってあるんですよ。それにまあ相性がすごいいいなと思って。見てそんな変なヨレ感もないし、だからってカチッとした硬すぎるっていう感じもないんで、ちょうどいいコントロールしやすいような感じに仕上がってきます。まずハンドルステアリングを入力した時にあのカチッという感じがあって、で大げさに言うとなんか S タイヤを履かした時にあのハンドルが結構重くなって取られるような感じがこのタイヤには結構あるんで、ちょうど今までのネオバとS タイヤの中間ぐらいの感覚ですね。このセブンはね基本的に S タイヤ
をベースにこうちょっとセットアップされてるというか、あの S タイヤ履くとすごく具合のいい感じになってるんだけど、で俺がね、旧ネーバー履くとやっぱりちょっとかなり、立ち上がりとか旋回とかをね、あの我慢しなくちゃいけない、最低速度を落とさなくちゃいけなかったりとか、立ち上がりアクセルもかなり合わせなくちゃいけないとか、そういう辺があるんだけど、今ねこのニューネーバー履いてみるとかなりね頑張ってますね。立ち上がりも結構アクセルベタッと踏めるし、で旋回もいい感じで曲がってくれるし、セミスリー履いてるっぽいようなフィーリングで走れますね。まず一言で言うとグリップが高いってことですよね。で扱いグリップが高いイコール扱いづらいのかっていうと、やっぱコントロール性もいいわけですよね。ですから、なんて言うんでしょう、Sタイヤ並みのグリップがあってライフはラジアル並みっていうことだと思います。やっぱり立ち上がりが早いんで、グリップで走ったらかなり面白いと思いますね。車はあれ550馬力ぐらい出てるんですけれども、通常のラジアルで550馬力の FR 車っていうと、まずその走れないと思うんですよね。で あの車であれだけ走れるっていうことは、その縦グリップはものすごいあるわけですよね。でそこからやっぱり横にパンって流した瞬間はやっぱりそのラジアルなのかなっていう感じはするんですけれども、でそこからアクセル踏んでいくと、やっぱりその流しながらも縦グリップがあるんで、すごいこう速いドリフトができるのかなっていう。だから、グリップが良くてドリフトが悪いとかっていうんじゃなくて、グリップで走ってもいいしドリフトで走ってもその速いドリフトっていうのは